ジェームズ・メイ、ジェームズ・ダニエル・メイ、ジェームズ・ダニエル・メイ、1963年1月16日台は、イギリス・ブリストル出身のテレビ司会者、ジャーナリスト、自動車評論家、コラムニスト、身長約183センチメートル。最も有名なのは、ジェレミー・クラークソンとリチャード・ハモンドと共に、出演している BBC の自動車、番組、トップ、ギアの司会者で、 2003年の第2シーズンからジャソン・ドーに代わり出演している。他にはデイリー・テレグラフに毎週自動車コラムを書いている。かつてはオートーカー氏の編集も行っていたが、1992年に雑誌の記事に隠しメッセージを仕込みだことを理由に編集から外れている。悔しがったり気に入らないことがあった際にコックということが多い。トップギアでは 慎重な運転スタイルのため、キャプテンスローとあだ名が付けられている。また、方向音痴気味であり、目的地を目指すチャレンジでは3人の視界の中で最も遅くたどり着くことが多い、場合によってはたどり着けずにタイムアウトになる。ジェレミー曰く、ホテルの中ですら迷うとのこと。母親がスピードを出すために自身は安全運転をするようになったとのこと。しかし、 番組の企画で2006年11月にブガッティ・ベイロンを運転した際には時速 407km を記録した。これはブガッティ・ベイロンの非公式最高速度記録であることもある。2010年にブガッティ・ベイロンスーパースポーツに乗った際はそれを上回る時速 417km を記録し前回の記録を破っている。また番組中にエンジン音をサンプリングして 番組テーマ曲を再現したり、フォルクスワーゲンシロッコの歌を作詞作曲したことがある。チャレンジでは大事な宝物として、ピアノを出されることが多いが、たびたび壊されたり、自分で壊してしまう羽目になる。ジェレミーやリチャード同様にスポーツカーを愛好してはいるが、ニュルブルクリンクを新生児する業界の傾向には、会議的であり、そこで鍛えられた車の乗り心地について、 ドイツの一サーキに過ぎないのになぜそこまで固執するのか足回りが固くなりすぎて日常生活で使いにくくなるとコメントし最初からスーパースポーツとして作られた車でないのならばスポーツ性と日常生活における使い心地のバランスを重視すべきという意見を述べている2015年3月に起きたジェレミーの暴力騒動が原因で BBC から契約解除となった だが、2016年より Amazon.com と契約を結んで新番組、ザグランドツアーを制作、出演している。ジェームズは、トップギア以外にも多数の番組で司会者をしている。BBC の番組では、以下のように玩具にまつわる様々な挑戦をしている。軽飛行機の操縦免許、有志会飛行方式のみを取得しており、トップギアの企画では、 セスナのプロペラ機と小型の飛行船、キャンピングトレーラー改造を操縦したこともある。ただし、ジェームズ本人は高所恐怖症で番組のスペシャル企画でボリビアへ行った際、ユンガスの道入り口で私は何よりも高いところが苦手だ。番組でよくジョークとして追突されることついてユンガスの道でそれをしたらやったらピー音で消されているを切ってやると語っている。また、 2010年7月には母校であるから名誉博士号を授与されている。アポロ11号が月面着陸してから40周年を記念した BBC のドキュメンタリーでは米軍の U-2 に登場し高度7万フィートに到達。また2007年に放送されたドキュメンタリーエピソード4ではユーロファイタータイフーンにも登場した。2010年3月には 自動車運転免許の更新を忘れていたため、免停となったことをデイリーテレグラフのコラムに記載した。それによると、多房だけでなく、ボールペンを使って字を書く、特にブロッタイの大文字ことが苦手であることも一因であるという。花柄のシャツを好み、マイペースで、ジェレミーやリチャードよりも優しい性格なためか、トップギアではゲイであるとからかわれることが多い。具体的には、 バセリンの使い方がうまい、チャレンジの再消防車を呼ばれるが、リチャードに五人の消防士といちゃついているだろうと言われる、などがある。番組中では、本人もネタにしているが、上記の通り女性の恋人がおり、ジェレミーのハンマーで全てが解決するというキャラクター付けと同様のものであり、他の出演番組ではゲを思わせるネタは出ない。戦闘機についても詳しく、 アルバニアに置いてあったミグについて、ジェレミーがうんざりするほど語り尽くしたことがある。リチャード同様に、海一に疎い節がある。シリーズ13エピソード5で、元海一ドライバーのオリビエ・パニスが、レースの対戦相手として登場した時、ジェレミーは、オリビエ・パニスだ。モナコ GP で優勝してると知っていたのに対し、ジェームズは、パニスのことを聞いて、イタリアのパンだろと言っていた。 2013年11月に発売されたレーシングシミュレーターのフォーザモーターズボート a 5ではジェームズの解説を聞くことができる。愛車はロールスロイスシルバーシャドウやフィアットパンダ、ポルシェボックスター、フェラーリ458イタリアなどを所有している。また過去にはフェラーリカ回430や1984年型のポルシェ911を所有していたが、ポルシェは トップギア交番後に売却している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。